お待ちかねのやつだ。こいつが一式。映像が。なんだか分かんねえが、あいつは一式を本気で倒すつもりで戦ってた。そんな気がしてならねえ。何が気になる。自分でもよく分からねえ。なんでこんなにあいつのことが気になるのか。今なら理解。窓はすがりたかったのだ。あの男の強い伝説の三人、ジライアのクローン、家臣小次。ランジシガミの術。お前に俺は倒せぬ。手応えなし。だがそれゆえに、この力がこの体を破壊するのも時間の問題だ。アドメ、やってくれるわ。もうお前は転生できない。死ねばそこで終わりだ。ここで決着をつけさせてもらう。火影やウチハ殿に俺を始末させる気でいるはずだ。何？お前の力では俺を倒せないからな。この場から逃れようとしても無駄だ。わからんのか。純然たる道具としての忍び。お前はそんな立派なもんじゃない。無駄話は終わりだ。参る。くそ、何か他に手立てはねえのか。少なくともカワキの身柄はどこかへ隠すべきだな。ならない。つまりどのみち君らはカワキのそばから遠く離れるわけにはいかないということだ。魔が刻まれたら全ては水の泡だ。千人モードか。カトン大炎弾。今は道術、つまり対象を見ることで力を発揮する。五化身炎戦。芸がないのはお前の方だ。超大玉ら宣言。大黒天、そいつは少し前まで、今お前の墓石となった。